はい、というわけで今回は正式にリリースされました闘争について、お話ししていこうかなと思います。で、大体環境が分かってきまして、従属の陣と呼ばれる陣がですね非常に多く使われています。はい、でやってるとやっぱりマッチングするのは相手も従属の陣が多い。なんで、従属の陣 vs 従属の陣というですね対面が多いです。本当に多いです。で、まあ負ける方もね多いと思うんです。従属の陣が強いよっていうのは分かるんだけど、なぜか相手も従属の陣で同じ対面のはずなのに動きが違うとか、まあそういった理由でね、負ける方多いと思うんで、今回その負ける原因とですね、対策アドバイスの方を喋っていきたいと思います。まあちょっと長くなるんですけど、まあ、参考にしていただけたらなと思います。はい。で、従属の陣対面で負けるよって方に多いのが、指揮官が前に出ていっちゃって相手の指揮官は後ろに下がって、で相手の他のメンバーに袋叩きにされて負けるっていうのが多いと思います。まあどういうことかというとですね、スタートを押した時にこう自分の指揮官がこうなんかどんどん前に出ていっちゃうんですね。で相手の指揮官はゆっくりこう後ろに下がって、で後ろから前に走ってきた他のメンバーに袋叩きにされると。まあ闘争って、指揮官が負けたら終わりのゲームなんで、基本的には指揮官を後ろに下げつつ他のメンバーで相手の指揮官をもう先に倒しちゃおうっていうのが、まあ闘争の基本的な動きになるかなと思います。で、まあ、なんでこういうことが起きるかっていうとですね、射程が短いっていうのが大きいんですね。まあ、射程って何ぞやというとですね、皆さんあの闘争をマッチングした際に自分のキャラクターのアイコンをタップしてみてください。するとですね、こんな感じで赤いサークルが出るかと思います。まあこの赤いサークルの大きさなんですけど、本当にキャラクターによって様々ですね。大きい、こんな大きいサークルがあったりだとか、本当小さいサークルだったりするんですけど、これが大きく関わってきています。で、この射程と呼ばれる赤い範囲ですが、この範囲の中に敵を入れないとですね、こいつら攻撃ができません。キャラクターたちは。なんで、この射程の範囲の中にですね、入れようと移動していくわけです。なんで、遠距離で戦いたいなと思ったら、射程をめちゃくちゃこう大きく取ってあげれば、相手との距離ですね。例えばこう来た時に、相手との距離を取りつつ戦えるわけです。まあこんな感じですね。で、まあ前に出ていっちゃう、指揮官が前に出ていっちゃうっていうのはこの範囲が狭いからです。この射程範囲が狭いからですね。で相手の指揮官が下がっちゃうっていうのは自分の指揮官が前に出ていきます。で相手の指揮官の射程がね大きいんですね。めちゃくちゃ自分の指揮官の射程より大きいと。で自分の指揮官が相手の射程の範囲の中まで入り込んでいく。じゃあ指揮官は、おい待て待て、俺はもっと遠くからでも攻撃できるんだぜってことで、相手の指揮官は後ろにどんどん下がっていくわけです。で後ろから出てきた他のメンバーに袋叩きにされるっていうのが、まあ大体皆さん従属の陣を使って、負ける理由ですね。従属の陣対面で、まあ最近ハイルが持って登場した南西の風っていう、もう本当に従属の陣を倒すためだけに、作られた陣もあるんですけど、まあ、それはねまた別の動画で説明していきたいなと思います。なんで指揮官が前に出ちゃうよ問題、一番多い、この対面で一番多い指揮官が前に出ちゃうよ問題に関してはですね、とりあえずこの指揮官、まあ、大体従属の陣で使うのは2周年の有馬さんを指揮官にする人が多いんですが、そのですね、範囲、もうこんだけしか持っていない範囲っていうのをですねめちゃくちゃ大きくしてあげましょう。はい。でアビリティですけど、射程の範囲を上げるアビリティはなんかどんなんだったかな、こんな感じですね。こんな感じで的がついて矢印がこんな感じ、こんな感じの射程アップ C とかっていうアビリティがですね、射程を上げるアビリティですので、まあ、こいつをつけてあげて、まあ、模擬戦でもやってあげてください。どれぐらい射程がアップするのかなっていうのを自分の目で確認してね、やっていただきたいなと思います。はい、だいぶ変わってくると思いますね。はい、ということで、闘争を負ける理由の2つ目を話していきたいと思います。ちょっとですねここからはキャラのステータスとかいう話になっていくので、若干細かい話になります。
で、まあ、負ける理由の2つ目としては自分のキャラクターたちがですね一瞬で倒されちゃって結局数の不利になって負けちゃうよっていう負け方ですね。従属の陣で、まあ、あると思います。で、まあ、なんでそれが起こるかっていうところなんですけど、まずですね僕のですねパーティーメンバーをちょっと紹介していきましょうか。一番右後ろ、まあこれ相手によって入れ替えたりするんですけど、順番ね、右に置くか左に置くか真ん中に置くかとかっていうのを入れ替えたりするんですけど、基本的に、最初の並びはこんな感じで、で、ムツキ、これフェスですね。フェスムツキ、で、ここフェスオール。フェスオールで、後ろがフェスのアヤトですね。で、ここがスペシャル3の今出てる仮面オールですね。で、一番左が、これもスペシャルさんの売り絵ですね。銀杭ね、銀杭。で、カグネ、それぞれ持ってるカグネなんですけど、ちょっと色変えようか。フェスムツキ、美角です。で、オール、ウカクです。アヤト、ウカクです。で、スペシャルさんのオールもウカク。で、売り絵が美角です。でこうやって見たときに両端の2人が美角で真ん中の3人が右角なんですね。で、なんでこういう配置にしたかっていうと、まずカグネ、4種類のカグネですねにはそれぞれ特性があって、まあ、輪郭は攻撃力に強いとか口角は硬いとか、右角はですねまあ見てわかる通り射程があって遠くから攻撃飛ばして攻撃するとか、美角はですねまあ結構バランス取れたカグネなんですけど、攻守ともに足がね速いっていう特性があるんですよ。なんで美角は一番遠いとこ、一番遠い端っこに置いて、移動速度が速いからね、みんなの隊列を崩さずに移動させようという考えが僕の考えなんですけど、そもそもこの逃走のオートバトル、一番近い敵を狙うように設定されています。まあ、どういうことかっていうと、従属の陣、見てわかる通り指揮官が前に出てる状況です。なんで一番前にいるのは指揮官なんですよね。一番近い敵、自分のパーティー側から見て一番近い敵は敵の指揮官です。なんで最初逃走がスタートってなった瞬間に、みんなオートで走っていくのは敵の指揮官の方向に絶対に走っていきます。一番近いのが指揮官なんで、こいつがこう行くことはまずないです。絶対にこうですね行くんですけど、やっぱりその後ろ敵のこいつらもですね前に出よう出ようとしてくるんで、いずれ優先順位が敵の指揮官からこう前に出てきたこいつに変わるわけですね。こう言ってたのが、あ、右のやつの方が前に出てきじゃん、で右のやつが前に出てきたじゃんってことで、あ、こっちに行くのやめたってなってこう行くわけですよ。でその時にみんなでこう足並み揃えてね、例えばこう行ってスタートテク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 ってこう歩いていって、みんなまあいい感じに隊列を組みながら行ってるんですけど、まあいかんせんムツキの足が速えぞってことで、足並み揃えて行ってたのに、こいつがもうトコトコトコってここら辺まで攻めていくわけですよね。みんながこのラインまでしかまだ攻めてないのに、ってなった時に相手もバランスよく攻めてくるじゃないですか。なら一番近い敵を狙うわけですよ。さっきの話でムツキを狙って一瞬でみんなから攻撃がドカ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 ーン飛んできて瞬殺されるっていう、ほんだらもうこの時点ですでに5対4の状況になっちゃうんですよね。でこういうことが起こらないようにみんなで足並み揃えていこうぜっていうのがまあ基本的な考え方なんですけど、まあね、両端の2人をですねめちゃくちゃ防御力高くして、例えばですねこうめちゃくちゃこっちに集中させるわけですね。するとこの真ん中 3人の右角部隊が結構自由に動けるんで攻撃し放題みたいな状況になったりすることもあるんですけど、あんまねうまくいかない。だからおすすめのやり方としては、みんなで一緒に、隊列を崩さずにバランスよく戦おうぜっていうことです。はい、まあ本当にねキャラクターの性能っていう面も大きいんですよ。うん、まあ大体今使われるキャラクターっていうのは決まってきています。
まあ、それはまた次回の動画で紹介するんですけど、とりあえず今回は負ける理由として、まあ、2種類挙げさせていただきました。なんで今回覚えてほしいことはですね、射程、射程っていうのを覚えてください。はい、射程っていうのはそのキャラクターが持っているどれぐらいの距離まで攻撃が届きますよっていうサークルですね。サークルのことです。まあこれが小さいとどん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 相手の方に攻めていっちゃうし、まあ迂闊は基本的にこれ最初から大きいんですけどね。もう大きすぎるっていうのも問題なんですよ。後ろのキャラクターたちがこのサークルをめちゃくちゃ大きいと指揮官よりこう前に出ようとしないので、大きすぎるっていうのもまた問題です。まあ、あの射程の、間隔どれぐらい大きくなるんだろうっていうアビリティの間隔っていうのはですね、自分でつけてもらって、模擬戦とかやってもらってですね、無料というかあのスタミナ消費せずに模擬戦はできるんで、あ、これぐらい射程伸びるんだ、相手従属にして、一斉にスタートされるみんなこういう動きをするんだなっていうのを目で見て、何十戦何百戦かしてですね、感覚的なもんなんで、自分が僕は言葉で説明してもどうしても伝わらないとこっていうのはあるんで、まあ自分で感覚をつかんでいただければなと、勝率が少しでも、上がって、くれるとは思います。はい、というわけで、まあ今回はこんなところですね。まあ、ちょっと長々と話してしまったんであんまり分かりにくいかもしれないんですけど、とりあえず今回は口で説明するよりこうやってイラストでね、実際に描きながらの方が分かりやすかったかなと思って、こんな感じで形を取らせてもらいました。はい、ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。